私猫たち野鳥観察に挑戦いたします。アイテムは扱わないと意味がない。そうですね、アイテム回収は霊夢さんたちにやってもらいましょう。これだけ使えば勝てるでしょ。はい、お嬢様。ではゴー。1ページは無課金のスタンダード編成で挑戦します。2ページ目は向き足にとバルキリーとウルルン、ムートでいきます。まず最初にアヒルンルンがたくさん出てきますが、壁で守りつつ向き足で対抗します。時間がかかるから倍速するわよ。ウルルンが出せるようになったら倍速を解除しましょう。はい、お嬢様。ところで本当に今日はお茶はいらないのですか？ウルルンを出すわよ。はい、これで安定して攻撃ができます。ダチョウ同好会が出てきたわね。このステージはこの2種類しか出てきません。たった2種類、随分甘く見られてるわね。ところでお嬢様。なあ、ミサクヤ。ディナーは何にいたしましょう。こんな時にそんな話する。ご希望にできるだけ答えたいのがメイドの務めにございます。少なくとも今日取りはやめてもらえる。承知いたしました。実は良いものが手に入ったのですが、また後日にいたします。気になるわね、何かしら。フランスからフォアグラが届いたのですが。せっかくだけどそんな気分にはなれないわね。新しい試みとしてダチョウのジビエを入手したのですが。ねえ、サクヤ。なんでございましょう。目の前の光景と献立が気になって食欲がなくなってきたんだけど。それは困りました。なんというか今夜はご飯いらないわ。ですが何か食べておきませんと眠れなくなりますよ。困ったことにね、サクヤ。フォアグラとジビエ以外でもなぜか食べたいという欲求が出てこないのよ。困りましたね。ちなみにビーフとかポークも無理みたい。では魚などいかがでしょう。そうね、今夜はそれで手を打ちましょう。献立が決まってよかったです。ちなみにどんな魚にするつもり？入手したての新鮮な一品にございます。それを聞いて安心したわ。ディナーが楽しみになってきたわね。期待に添えるよう努力します。さてダチョウ同好会が出てきてるのにナンピュータを切ったままにしてるのはなぜかと言いますと。なぜなの？ただのうっかりにございます。無事みたいだからいいものを危険じゃない。申し訳ございません。取りダメの動画なものでして、実は覚えたての愛犬の攻略のものなのです。じゃああの霊夢の動画なの？はい。好きだらけね。せっかく簡単に勝てる状況に持っていったのに手動でご苦労なことだわ。それでも押されてないあたりなかなかですね。そう思う。何かを気に障ることを申しましたでしょうか。まあいいわ。とにかく今はディナーを楽しみにこの戦いを傍観しましょう。はい、お嬢様。もうすぐ目の前のダチョウには和南湖軍団によって倒されます。それが終わればあとは城を叩いて勝利です。倒したけどもう出てこないわよね。はい、先ほどのダチョウが最後にございます。では倍速で決めましょう。勝利。宇宙石3個も落ちるなんて幸運ね。はい、これは今日のディナーは腕によりをかけます。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。じゃあ楽しみにしてるわよ。ディナータイムちょっと前。昨夜ー。はい、お嬢様。まさかディナーの魚料理って。はい、目の前で豪快にさばこうと。どう見てもおかしいでしょ。ですがお嬢様。一匹数百万の高級魚です。変に式を言って高いのね。ってそういう問題。お嫌でしたらもうフォアグラとダチョウのジビエになりますが。